皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、ちょっとだけよ。では、一つのコマンドや操作に関することをご紹介しています。今回のテーマは、CSV をテキストで取得です。では、早速始めましょう。CSV はテキストファイル。 CSV ファイルとは、カンマセパレーティッド・バリューズの略称で、テキストデータをいくつかのフィールドに分け、区切り文字であるカンマで区切ったデータ形式のファイルで、拡張子は CSV です。つまり、CSV ファイルは拡張子こそ TXT ではありませんが、中身はテキストファイルなのです。 CSV はダブルクリックで開かない。CSV ファイルは Windows ではこのようなアイコンで表示されます。しかし CSV ファイルは Excel のファイルではありません。絶対にこのアイコンをダブルクリックして CSV を開かないでください。皆さん。 Excel のセルに001と入力するとどうなりますか ?0 は無視されて、数字の1が保存されます。1スラッシュ12と入力するとどうなりますか Excel は日付と判断して、今年の1月12日のシリアル値を計算して、セルに保存して、入力値に年がなかったので、月日の表示形式を設定します。 12E3 と入力するとどうなりますか数字の間に E があるので、Excel は指数と判断して、セルに12000を保存して、表示形式を指数にします。Excel は、セルに値を入力すると、このように色々なことをやってくれるのです。そして、CSV ファイルをダブルクリックして、Excel で開くと、このセルに値を入力する時ときと、 同じことをしてくれるのです。困りますよね、そんなことされたら。だから、CSV ファイルをダブルクリックして、Excel で直接開いてはいけないのです。CSV はどうやって開く一つ目は、テキストファイルウィザードを利用する方法です。一度だけ CSV のデータを取得したいのなら、この方法でも良いでしょう。ただ、 この方法、レガシ扱いの機能なので、できれば、後で紹介するパワークエリ r Excel を使う方法がおすすめです。レガシに興味がない方は、次のキャプチャーにスキップしてください。テキストファイルウィザードを利用するためのコマンドは、現在は、レガシ扱いとなり、表示するためには、Excel のオプション画面のデータタブにある、 レガシデータインポートウィザードの表示のテキストからレガシにチェックを入れる必要があります。しかし、このコマンドを表示しなくてもテキストファイルウィザードを利用する方法が2つあるので、今回はそちらの2つの方法をご紹介しましょう。というわけで、今回はオプションは変更しません。 テキストファイルウィザードを利用する一つ目の方法、それは、Excel の開くコマンドで CSV ファイルを開く、ということです。え、ですよね。Excel のファイルタブの開くコマンドで CSV ファイルを指定して開けば、テキストファイルウィザードが起動するんです。ただし、この方法、普通に開くコマンドをクリックして、 ファイルを開くダイアログで CSV ファイルを保存した場所を指定しただけではこのように CSV ファイルは表示されませんこのダイアログは Excel ファイルを開くためのダイアログなのでファイルの種類がこのようにすべての Excel ファイルに限定されていますここも突っ込みどころですよね Excel のアイコンで表示しているくせに Excel ファイルじゃないんかいってね。しかし、そんなことを言っても仕方ないので、ファイルの種類を、テキストファイルに変更するんです。すると、開きたい CSV ファイルが表示されると思いますので、CSV ファイルを選択して、開くボタンをクリックすると、テキストファイルウィザードが開きます。 もう一つのテキストファイルウィザードを開く方法はまず CSV ファイルをメモ帳で開きます CSV ファイルのアイコンを右クリックしてプログラムから開くの中にメモ帳があればクリックしてくださいなければ別のプログラムを選択をクリックしてメモ帳を探してください CSV ファイルをメモ帳で開いたら コントロールキーを押しながら A キーを押してメモ帳に表示されたテキストをすべて選択して次にコントロールキーを押しながら C キーを押して選択されたテキストをコピーしますコピーしたデータは Windows のクリップボードに保存されます次に Excel を開いてホームタブをクリックして クリップボードグループの貼り付けの文字の部分をクリックします。展開されるメニューからテキストファイルウィザードを使用をクリックします。テキストファイルウィザードが表示されます。この方法はクリップボードにテキストデータがコピーされている間だけ利用可能です。コピーされていない時に貼り付けの文字の部分をクリックしてもテキストファイルウィザードを 使用の項目は表示されません。テキストファイルウィザードの操作自体は、ウィザードをしっかり読みながら進めればわかると思いますので、ここでは省略しますね。CSV はどうやって開く二つ目は、Power Query for Excel を利用する方法です。データタブをクリックして、 データの取得と変換グループにあるテキストまたは CSV からをクリックしますデータの取り込みダイアログが表示されるので取得したい CSV を選択してインポートボタンをクリックしますナビゲーターウィンドウが表示されます元のファイルの文字コードは自動設定されますがもし文字化けしている場合は変更してください データの変換ボタンをクリックして、パワーアクエリアエディターを起動します。パワーアクエリアエディターが自動的に列の型を指定していますが、他の方で取得したい場合は、各列の左側にある列の型アイコンをクリックして変更してください。例えば、元のデータに前0があるデータの場合は、列の型をテキスト型に変更することで、 前0を表示できます。この時、列タイプの変更ダイアログが表示されますので、現在のものを、置換のボタンをクリックしてください。他の列も確認して正しい列の方に変更したら、フロッピーアイコンをクリックして、クエリの結果をシートに展開します。この方法なら、 CSV の内容が変更されても更新をクリックするだけで最新の CSV の内容を取得できますここからがこの動画の本題ですここまで CSV を Excel で正しく取得する方法を2つご紹介してきましたがこれらの方法は あくまで正しく CSV が作られていることが前提です。しかし世の中には拡張子が CSV なのに CSV の定裁を成していないものがたくさんあります。ここからはそんな CSV を PowerQuery for Excel を使って取得する一例をご紹介したいと思います。今回の CSV ファイルは こんな困ったちゃんな CSV ファイルです。この CSV は3つのブロックのデータが1つの CSV に収められています。1つ目のブロックが1行目から11行目までの範囲です。あくまでブロックでデータの定義はなしていませんが。2つ目のブロックが12行目から13行目までの範囲です。 三つ目のブロックが14行目以降となります。この困ったちゃんの CSV、幸いなことにブロックの行は固定されているので、パワークエリ r 4エクセルを使って各ブロック単位にデータを取得して、目的のデータに加工すればよいのですが、この CSV を先ほどご紹介した方法で、パワークエリ r 4エクセルを使って取得すると、 なんと、2列目以降のデータを切り捨ててしまうのです。これを回避するには、区切り記号で区切らずに、各行のデータを取得する。つまり、テキストデータとして取得すればよいのですが、このダイアログは、CSV を区切り、記号で区切って読み込むためのダイアログなので、区切らないという選択肢がないんです。では、どうするか 普通に考えると、拡張子が CSV なので、このダイアログが表示されますが、CSV ファイルの拡張子を TXT に変更して、同じように取得すれば、このように、テキストファイルを取得するダイアログが開いてくれるので、ファイルの拡張子を変更すれば解決はします。しかし、そんなの面倒ですよね。そこで、 この動画のタイトルになるわけです。拡張子 CSV のままテキストファイルとして取得する方法をご紹介しましょう。それでは実際にやってみましょう。データタブをクリックしてテキストまたは CSV からをクリックします。データの取り込みダイアログで対象の CSV を選択して インポートボタンをクリックします。CSV ファイル用のダイアログが表示されるので、データが切り捨てられていることは気にせずに、データの変換ボタンをクリックします。パワークエリーエディターが起動します。相変わらず、2列目以降のデータが切り捨てられていますが、気にしないでください。 適用したステップの変更された方のステップは今回不要なのでステップの前のバツボタンをクリックしてステップを削除します次にソースステップの右側にあるギアボタンをクリックしますすると困惑切り値のダイアログが表示されますので形式を指定してファイルを開くの下向き三角ボタンをクリックして 表示される選択リストからテキストファイルをクリックします若干ダイアログが変更されますが気にせず OK ボタンをクリックしますするとこのようにテキストファイルとして CSV ファイルを取得してくれますやってみればなんだですよねでも この考え方は大切だと思います。パワークエリエディターというのは、基本のコーディングでクエリを作るツールです。ですから、作成したクエリのステップを後から修正できるように、可能なステップには、ギアボタンが表示されるわけです。ですから、このギアボタンを使わない手はないのです。しかも、普通は、ステップを作るときに利用したダイアログが表示されるのですが、 今回のように、作成時には利用しないダイアログが表示される場合もあるので、一度、クリックしてみる価値はありますね。ここまでで、今回の動画のテーマである、CSV をテキストとして取得は終わりなのですが、このデータ、3つのブロックに分けて取得するとお話ししましたよね。つまり、この後、クエリを3つ作る必要があるわけですが、 三つのクエリとも、ここまでの操作は共通です。ですから、ここまでのクエリを、一旦、接続専用クエリとして保存して、その接続専用クエリを参照する形で、三つのクエリを作った方が良いと思います。せっかくなので、三つ目のブロックを変換するクエリを作ってみましょう。ホームタブの閉じて読み込むの文字の部分をクリックして、 展開されるメニューから、閉じて、次に読み込むをクリックしてください。データのインポートダイアログが表示されるので、接続の作成のみを選択して、OK ボタンをクリックしてください。先ほどのクエリが、接続専用クエリとしてブックに保存されます。 テキストを缶まで分割。先ほど、接続専用クエリとして作成した。バドサムプルクエリを右クリックして、表示されるメニューから、参照をクリックします。バドサムプルクエリをデータソースとするクエリが作成されました。まずは、名前をデータ3に変更しましょう。今回は、 3つ目のブロックのデータを取得したいので不要な1行目から13行目を削除したいと思いますホームタブの行の削減グループにある行の削除をクリックします表示されるメニューから上位の行の削除をクリックします上位の行の削除ダイアログが表示されるので行数2 3と入力して OK ボタンをクリックします。不要行が削除されて、3つ目のブロックだけのデータになりました。あとは CSV なので、間まで区切って列に分割するだけです。ホームタブの変換グループにある列の分割アイコンをクリックします。展開されるメニューから、 区切り記号による分割をクリックします。区切り記号による列の分割ダイアログが表示されます。区切り記号としてコンマが自動選択され、分割では区切り記号の出現ごとが選択されているので、今回はこのままで問題ないので、OK をクリックします。カンマごとに列に分割されました。 今回のデータは1行目が見出し行なので、ホームタブの変換グループにある1行目を変だとして使用をクリックします。1行目が見出しに移動して、各列の列の型が自動設定されました。列の型についてはデータ次第で正しく設定できない場合がありますので、必ず確認をしてくださいね。 これでひとまず完了です。あとは、利用したいデータに自由に変換して利用してください。いかがでしたかお役に立ちましたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、始めよう。